気象庁は先ほど近畿、中国、東海地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より2日から3日遅い梅雨入りです。また今日から明日にかけて西日本を中心に大雨に警戒が必要です。九州や四国では大雨となるところがあるでしょう。近畿や東海は次第に雨が降り出す見込みです。関東や北海道は晴れますが、夕方以降ところどころで雨が降りそうです。気温は関東や北日本の各地で真夏日となり、猛暑日のところもあるでしょう。週間予報です。明日は全国的に雨が降り、福岡などでは大雨に警戒が必要です。金曜日以降は仙台から福岡で雨の降る日が多いでしょう。天気予報でした。